クラブ G ファーム、6番の実習区画ですね。大根はまあ間引きの効果が現れて、ちょっとネットで圧迫気味ですけれども、本場が大きくちょっと広がってきてるかなと思いますね。で、株ですね、これは間引きをしていただいた方がいいかもしれないですね。で、ちょっとネットを外すか、これ浮きがけですね、トンネルの支柱立てて浮きがけにした方がいいかもしれないですね。こっち側のあと小松菜と、サニーレタスと、これチンゲン菜ですかね、こっちは間引きをした方がいいような感じですね。でこっちが春菊はまあ定着して育ってきて、で白菜ですね、ちょっとネットが圧迫気味なんで、これもネットを外すか浮きがけにするかした方がいいかもしれないです。